次はこれ、ね、512BB、はい、もうこの赤と黒 の, このこれもうねこれがもう顔ですもんね。顔ですね、512のね。で365と512あって、365になると何が一番違うんでしたっけ。このなんかここのリフティクトはここのなんか色が違うのもありますよね。色が、うん、違うのもあったりするんだけど、ね、あれはヨーロッパとかアメリカ仕様で違うんですよね。そうそうそう、そうです、はい、あのドイツ向けは白だったりとか。白ですね、そうですよね。あの国によって違ったりするんですけどね、はいはいはい、あの365はこのまずスポイラーがこうリップがなくてもうつるんと、そうつるっとしてるんです ね内側にあったりとか、はい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 、あとは車のディテールはもうほとんど一緒ですもんね。ほとんど一緒に、ね、そう。あとはテールランプがこの伝統のではなしに 2でこれが2個でしょ、3つでしょ、3つ、そうそうですよね。その違いがあるんですよね。あと大きく違うのはこの後ろのこのオーバーハングが短い、ーーはもうスパッと切ってある。なるほど、うん、5センチぐらい短いかなこれより。へえ、うん、そんな感じですね。いや、まあ、細かいところでこの切り口も全然違います。確かに違いますね。違う、365と512、はいはいはい、いやです、ね、もういきなりもうそのね、ちょっとマニアックな話になっちゃうんですけどもやっぱりマニアックなんですね。 ね、やっぱりほら365と512があったん で、はい、でその当時やっぱり僕らもう512の方がねすごい車だってイメージがあったんで、あ、はい、こんな綺麗な状態のこれオリジナルですよ。これはね、あの色はあのフロントのカウルはあの前のオーナーさんが一回塗ってます、はいはい、だけどほとんどあとは塗ってない、ね、だから当時の塗装のままだからここを触ってみたら分かりたいんだけど、ザラザラなんです。ちょっと引いてきちゃってるわけですねそう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 、はい、もうこれが、いやでもねこれが大事なんです、これが大事なんですよ。実はこう、ね、塗装してないっていうのがね、当時のあれ F40 なんかでも新車の時のやつ見たら結構ひどいんですよ。泡吹いてたりしますもんねそうそうそう。でもそういうあれを大事にしてる人がいるんですよね。そうですよね。だからこれもあえて直さずにそのままやってますね。いや、やっぱりいいな512は。本当憧れだな、まあスーパースターですね。ね、そうですね、これスーパースター、ね、本当そう、その通りですよね。これスーパーカーって形がこれですからね。そうですね。多分でももうこう車知らない人でも、うん、この形の車を見たらスーパーカーってい う, もう言葉が ねワードが多分出てきますね。出てくると思うんですよ ね、はい、うん、もうそのものですねこれ ね、 そうですね。いや、この512やっぱりいいな。もうこれすごくね、うん、僕もちょっと乗ったんですけど、はい、やっぱ居心地がいいんですよね、あコックピットの。ああ分かる気がします、うん、はい、リアエンジンで、うん、ちょっとこう潜り込んだ感じのコックピットの ね、ドライビングスタイルで、ただちょっと頭を前にかがめたらそのルームミラーと頭がぶつかるってい そうこういうちょっとね考えがもう普通じゃ思いつかないんだけど、まあ、コックピットが狭いですからね。でやっぱりあのフロントインが寝てるんで、ね、しょうがないですよこれね。そうですよね、いやちょっとこれエンジン見せてください。はい、おお綺麗だ、こんな感じです。すごいな。これまさかでも富田さん、はい、これ自分でエンジン下ろしたりなんかするんですか。もう全部やってます。やってんですかこれ。やってます。もうやらないと維持ができないんで、そのそうですよね、岡山はもう田舎だから見てくれるところがないんですよ。いや、そうです。僕もだから、ね、12気筒乗ってたんですけど、結局メンテナンスが自分でできないし、もうしょっちゅうトラブルんですよ。そう、トラブル、うん、ですね。で結局まあね、持ち続けることがやっぱできなかったっていうね、うんうんうん、スーパーカーって、まあ、もうとにかくランボルギーニもフェラーリも手がかかる。やっぱりね、そうですね、まあ、オイルは漏れるしベルトは切れるし、そうですね、ねえ、それご自身でやられるわけですね。もうやってますね。あ、じゃないとこれやっぱ維持できないですね。維持ができない。本当に本調子でやろうと思ったらやっぱり自分でするのが一番いいのかなと思ったり、まあ、たまたまできる環境にね、そこでもう下ろしたりどの子もできるので。もしかしてエンジンオーバーホールとかも、うん、やってます。やったんですかこれ。もう全部やってますよ。へえ、すごいな。綺麗だからね、これ。そうですね、エンジンやられたのかなと思ったらやっぱりご自身でやられやってます。やってます。へえ。であとこのタイミングベルトが見えないとこなんだけど、うん、日本製のベルトに変えてね、はい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 、もうあのそうするとやっぱりもう耐久性が全然飛躍的に良くなるのに、うん、日本のやっぱりこういったものはね、はい、ちなみにこれがノーマル浅いわけよ結局。これちょっとアップで撮ったら分かると思うんですけど、はい、このかかりがこんなもんなんですよ当時のベルトって。でこれだったら結局ね切れるっていうよりここが滑っちゃうんよな、はい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 、だから滑るからあのここにあるテンショナプーリーをすごい押してベルトをすごいいっぱい貼ってやるんだけど、それをやると今度ベアリングとかが傷むわけ。だから貼っちゃうとね。そう貼ると。だからこれが僕が作った作ったそうだからこれ紙がもう深いでしょ、うん、これでねえ、ね、コマ飛びもしないでしょ。そう、そういうこと、ね、コマ飛びしないわけよ、ね、こうなんから、うん、そうだからこれももうあのカム側も、うん、これもちゃんとこうね、そうか、深くカムやる。作っちゃったけど作ってるんですこれ、まあ、これが DOT だから全部で4つあるんだけどね、型番崩すだからベルトも全然違う、ね、そうベルトも違うでしょ。でベルト自体もこれあの、うん、この幅も増やして ね
そう、こういうことをやってるわけなんです。そのもう BB にしろ、僕のとこへ来て出ていく車っていうのは、そう、純正部品もいいんだけど、やっぱり今のいいパーツはを使ってもっと安心して、乗ってもらえたらなっていうのがあったりして、それを考えてねやってますね。クラッチとかどうしてるんですか？クラッチはこれはノーマルのクラッチ使ってる。これで交換も大変ですもんね。そうですね、大変です、これまたね。とかあとオイルシールなんかも全部、オーリングとかオイルシールなんかも日本製に変えてるから、オイル漏れもそんなにびっくりするってことはないんですよね、うん、いやすごいな、これこう持ってる人じゃないと分かんない悩みですね。であとまあもう本当のお金ね持ってるともう車屋さんに投げて、そう、変な話半年1年普通に帰ってこないじゃないですか。ですです、もう車検もまた通しておいたからとかそんな感じなんですよ、この手の車は。そうですよね、1年に1回会うか会わないかって感じですもんね。そうそう、そんなんです、そんなんです。へえ、本当ね、ご自身でやられて。これマフラーはどうしてるんですか？あ、マフラーもこれノーマルですよ。純正ですか？チュービーじゃなくて。じゃないです、もう純正のままであえてね。全然だから排気音は静かなんですけどね。なるほど、うん、へえ、ちょっと中も。あ、見てください、はい、へえ、すごいな。あ、いいな、 BB 懐かしいな。へえ、これ本当にコンディションいいってか、何年間所有されてるんですか？これはね、13年ぐらいになりますかね。へえ、今のような高騰する前に手に入れたからどうにかね、なんですけど。そうですね、うん、細かいことを言うと、あのオーディオなんかがね、うん、あれ面白いんですよ、あれ。あれ純正のオーディオなんだけど、フェラーリマークついてますね、うん、で、あの向こう側手にあのイクライザーがついてるんだけど、あ、イクライザーついてますね。あれ実はあのパイオニアのロンサムカーボイなんですよ。純正なんですかこれ？そう、これがフェラーリ社の純正だった。だからあの当時のパイオニアのあのポスターって、あのロールスロイスとかフェラーリとか、はい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 、あの高級車のポスターだったんだけど、これ実はこれロンサムカーボーイが標準装備だったという、だから何十年も前にその東洋のね、こういうものを信用してくれてフェラーリ社が採用してくれてたっていうのは、なんかありがたいお話だなと思います。へえ、いや記憶にないな、こんなのついてたのかな。へえ、365の時代はさすがにあのパイオニアじゃないですよね。じゃないですよね、うん、じゃないです。512になってからですね。いやすごい、これもちょっと試乗してみたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ 512BB フェラーリですよ皆さん。いややっぱりね、なんだろうね、こうオーラが、まあね、ランボリギーニはランボリギーニのオーラがあるし、フェラーリフェラーリのオーラある。やっぱりこの居心地の良さ、この BB ね、なんか僕はこれすごく座った時のね、この雰囲気が好きで、懐かしく思うし、久しぶりにね512を運転できるの、あの嬉しく思います。どうもありがとうございます。はい、それでは皆さん行ってみたいと思います。まずはね、このエンジンのかかる時の音。そうですね、これですよ、これ。これ12気筒フェラーリのこれ ね、 そうですね、かかった時の音。これがね、朝起きてスーパーカークイズを見る時にオープニングでこのフェラーリのね、こうやってかかるエンジンの音が、これもう忘れられないんですよ、もうそれで行ってみましょう。やっぱりね、このトルク感っていうか、トルクありますね、すごいですね。そうだね、確かにトルクありますね。というか速いですね、やっぱね。あ、やっぱり、ね、車がね、そうですね、うん、グッといきますね。圧倒的に速いですね、速い、うん、パワー感、そうそう、すごいレスポンスもいいし、そう、やっぱりそういう意味では新世代かもしれないね。うん、ちょっとこれはまたランボルギーニと違う、あ、なんだろう、このフェラーリらしさっていうか。あ、そうだね、うん、あると思います。だから先ほどのあのね、エスパーダはちょっともう一世代前の古典的なスーパーカー。ただでも、うん、ランボルギーニ乗るとみんなあの世代のこうエンジンのビーリングとかね、お、まあ、感じですね。あ、感じはね、一緒ですね、エンジンの感じはね、はい、うん、ミューラー乗った時も、あ、そうか、見た目と違ってなんかちょっとこうどんくさいっていうか、あの、そうだね、ちょっと重さみたいなエンジンもある、ね、そう、キレの良さはないですね。そこによってフェラーリと違いますか？あ、違う、やっぱりフェラーリとはね、なんか本当もうなんか牛が突進するような感じですよ。そう、そういうことなんですね。ランボルギーニ牛と馬の違いですよ、ね、ね、そんなイメージはある、うん、猛牛が突進する感じがしますね、はいはいはい、なんか、うん、これでも本当にコンディションいいな。 ありがとうございます。このミッションもクラッチもブレーキも、そうですね、まあいろいろ国産のパーツを使ってね、ちょっとアップデートしてるわけですね。そう、距離をやっぱり乗りたいっていうのがあるから、レディーズシリンダーのピストンなんかはランエボのピストンが入ってないとかね。そうなんですか。そう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 、なるほど、たまたま合うんです、流用できるんですね。そうで、しかもカップのゴムの部分が二重になってるから、はい、1個が抜けてもすぐ抜けないんで、なるほどなるほど、安全ですよ。
もうこんなんね、クラッチが抜けたら心配ないですもんね。そう、大変じゃないですか。そうできれば都内持って行っても乗りたいなっていうような感じ。そうですね、うん、だったら安心して乗れますよね。そうもうラジエーターのコアも全部もう張り替えたので、そうなんです、国産のコアにね。なるほど、じゃあもうオーバーヒートにしてもらってないですね。そうですね。なんせこの乗り合いでこのステアも車がしっかりしてますね、これね。ああ、そうですね。ブッシュも、うん、ハンドルのこの遊びもこもないし、うん、足もね、もっとね、みんなヨレヨレしてるんです。ここは切っても動かないし、あ、切った後にちょっと遅れるし、そう、わかります。すごいしっかりしてます、これ。なんかハンドルのセンターがずれるよな。さっきまでちょっと左にずれたら、こうの右にずれたとかね。そう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 。うん、当たり前ですもん。そう。でも当たり前じゃない。ちゃんと整備したら、そう、車なんですね。ちゃんと整備するとね。はい。シフトフィールもいい。そう、すごい。これもリンケージの調整をいっぱいしてね、だし、うん、多分マウントっていうか、そこもしっかりしてるんですよ、多分、ね、そうです、そうです。もうだってミッションとエンジンもあのマウントの辺がグズグズの車ばっかりじゃないですか。そう、ほんならシフトフィールがすごく悪くなる。そう、そうなんですよ、位置が動くから、ね、うん、そう、だからこの辺もそれは全部変えてますからね。だから過剰整備はしてないんですけどね、もう自分で見て悪い部品をそれぞれ変えていってるんだけど、あとはやっぱりあれかな、オイルシールを変えたり、国産に変えたりね、あとタイミングベルト、はい、ね、国産でタイミングベルト使えるようにしたりとか。でもミッドシップならではのこのスペアフィールですよね。あ、そうですね。これはこんなしっかりこう出る個体ってないと思うし、ああ、ただやっぱりね、スピードを上げていくと、うん、やっぱりちょっとギアが重たすぎるのかな、やっぱりちょっと僕じゃちょっとこれは運転しきれないなっていうような感覚になることもあります。でもおそらくトラクションも相当いいし、うん、多分パッケージだと多分フロントとリアのバランスを取るには、うん、多少そのフロントの鈍さとかそういうのがこうスピード出した時に出ないとかまずいですよね。そうそう、出ないとまずいと思う。あまりにもスパルタンすぎたら ね、また危ないですもんね。ただそこのね、やっぱさっきも言ったんだけど、本当にこのそこがしっかりしてるんで、うん、本当に車としてはもう本当にもう申し分ないっていうか。そうですね、切り始めの感じはいいですね。やっぱ車の、そうですね、クラッチとかミッションのものすごいですね。あ、シャキッとしたしてますよね、シャキッとね、うん、そうですね、まあ、熱くない、うん、このシフト、そうですね、フェラーリならではのシフトゲートだけど、うんうん、ここにこう入る瞬間が、そうですね、もっとね、まあ、引っかかりあるっていうか、あ、真ん中にスムーズに入る車って、いや、そうなんですよ、カチカチっていくのがね、そうですよね、乗ってて心地よいですよね、うん。